コズミックイラのトゥルーミッション。前回はアークエンジェルが撃墜されちゃって任務に失敗したけど、アイナさんのアプサラス3ね。今度は大丈夫なの？確認する限り不明なデータはないみたい。欠けているデータもね。全てのデータ揃ってる。全ての、ここに舞い降りるべき彼も多分ね。その思いと力がきっと状況を打破してくれる。アマダ少尉がアプサラスを一声でブレイクアウトさせたように。ここはそういう力が集まる場所なのかもね。さあ出撃しよう、小隊長さん。アラスカ基地の状況は前回と同じだよ。サイクロプスは止められない。カエサー先に出ます。ガンタンク発進よし。ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。あとはキラヤマト君ね。前と同じで時間がないよ。急いで小隊長さん。ブレイクミッションの時と状況に違いはあるの？敵はザフト軍だけみたいだけど。前回入れなかった。アークエンジェルにフラガ少佐さんが帰還したみたい。誰？味方だね。ムーラ・フラガ少佐、エンデュミオンの鷹の異名を持つエース。頼れるみんなの割り切るってとこかな。通信開くよ艦長。すぐに撤退だ。ブレイクミッションの時にこの直後に撃沈されたんじゃ。今回は大丈夫なはずだよ。こいつは飛んだ作戦だぜ。守備軍は一体どういう命令受けてんだ。まさか自爆のことは誰にも知らされてないよ。味方にもね。いいか、よく聞けよ。本部の地下にサイクロプスが仕掛けられている。作動したら基地から半径10キロは陽光炉になるってサイズの代物が。この戦力では防衛は不可能だ。アナマからの救援は間に合わない。やがて守備軍は全滅し、ゲートは突破され、本部は施設の破棄を兼ねてサイクロプスを作動させる。それでザフトの戦力の大半を奪う気なんだよ。それがお偉いさんの書いたこの戦闘のシナリオだ。そんなことって。俺はこの目で見てきたんだ。司令本部はもうもぬけの殻さ。残って戦ってるのはアークエンジェルのようにあっちの都合で切り捨てられた奴らばかりさ。軍隊っていうのはどの歴史でもこういうものなの。アークエンジェル、こちらアラスカ基地守備軍、援護に向かいます。脱出を。すまん、お前たちもここから退避しろ。脱出もかなり厳しいが諦めるな。本艦はこれより現戦域を放棄離脱します。総員第一戦闘配備。でも基地は中も外もザフト軍でいっぱいよ。脱出は可能なの？大丈夫、あとは彼が間に合ってくれれば。これはどうだ。ガスクイッ。見逃してくれたっていいだろうが。ここまでナミアス艦
本当にキラなのか。間違いない。フリーダムガンダム。これで歴史がつながった。キラ大和くん、応答願います。え、ユノさん、サクラさん、どうしてここに。それよりも連合の作戦で本部の地下にサイクロプスが仕掛けられてるんだよ。え、アークエンジンがおとりに使われたの。もっと基地から離れないと。わかりました。小隊長さん、フリーダムと一緒にアースエンジンの退路を確保して。ザスト、連合は領空に伝えます。オープンチャンネルの通信も。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。これは全ての人に助けようというの。何かを成そうと思ったら思いだけでも力だけでもダメなんだよ。それを両立しうるのはあのガンダム。繰り返します。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。あいつだが、ここは乗るしかないか。艦長、今のうちだ。急いで離脱を。小隊長さんたち、支援をお願いします。撤退の準備も忘れないで。お願いだ。よし、敵の戦役を振り切った。急ぐんだ、もう時間がない。期間最大、離脱します。キラ君、もう時間がない。アークエンジンを追って。小隊長さんたちは。私たちもすぐに離脱します。心配によ。わかりました、ご無事で。これで正しく歴史が進む。爆発前に私たちもブレイクアウトするよ。危ねえ危ねえ、備えあればってやつだな。Thank you.